福田洋介は日本の作曲家、編曲家、指揮者、東京都杉並区出身。十一歳の時にコンピューターによる音楽制作を開始し、現在まで作編曲を独学で習得する。東京都立豊玉高等学校在学中の九百九十一年から作曲家としての活動を開始し、還元楽、器楽、吹奏楽、演劇、舞踏、テレビ、 映画など多くの分野にわたる創作を行っている。サドユタカシエナ・ウィンド・オーケストラ、世界の終わり、海上自衛隊音楽隊などの作、編曲担当としても活動している。2003年、吹奏楽のための風の前で第14回朝日作曲賞を受賞、翌年の全日本吹奏楽コンクール課題曲として全国のアマチュアバンドに演奏された。また、 日本テレビ系列で放映された1億人の大質問笑ってこらえての人気コーナー。日本列島吹奏楽の旅でこの曲の練習風景が何度も放送されたため一般に広く知られるようになった。吹奏楽曲だけではなくエレクトーンやピアノ連弾に編曲、出版されている。2011年桜の歌で第22回朝日作曲賞を受賞。 2016年7月1日より、東方音楽大学特任准教授、同大学ウィンドオーケストラ指揮者、ありがとうございます。